さん、こんにちは。はじめまして、秘書さんです。新しい試みとしてナレーションをしていきたいと思います。 S6 写真部のデジタルナレーターとして頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。走行しているコースは8万体樹海ライン。文字通り8万体の樹海を通り抜け、松川温泉と東七温泉を結ぶ道路。頂上でアスピーテラインとつながる絶好のドライブコース。岩手山の雄大な眺めや涼風の滝、太古の息吹なども見られる。特に新緑や紅葉の時期には素晴らしい景観を楽しめる、ウプ主が大好きなコースの一つです。毎年4月中旬頃になると冬の通行止めが解除され、多くの人がドライブを楽しみにやってきます。早い時期に行けば樹氷も楽しめるかもしれません。ゴールデンウィーク頃までと比較的長い期間見られるのも特徴です。全長 27km と日本一の長さを誇る雪の回廊。頂上に近づくにつれてその高さを増し、最も高い壁は 8m にも及びます。今回我々も雪の回廊を見ながらドライブしにやってきました。天気が良くて最高ですね。
ペプシレス録写真部映像チーム。ここから先は私秘書にがお送りします。ここは八幡平御在所です。御在所湿原は八幡平アスピーテラインの途中にある湿原で、湿原に整備されている散策路を歩いていくと、水芭蕉や綿杉などの高山植物や湖面の色が変化することから名付けられた五色沼や、ひときわ大きな御在所沼を見ることができます。五色沼は湖面がコバルトブルーの色になる夏の時期が特におすすめです。とりあえずここ御在所からアスピーテラインを下っていき、あの有名な松尾鉱山廃墟アパートに向かいたいと思います。この日は本当にいい天気で、それほど暑くもなく、オープン走行がとても気持ちよいツーリングとなりました。皆さんも一緒に走りませんか？それでは廃墟アパートまで EDM を聞きながら景色をお楽しみください。
は私秘書一がお送りします。かつて雲上の楽園と言われた標高1000メートルの場所があった。そこには東洋最大級の陽光山があり、学校も建てられ繁栄を極めていたのでした。その鉱山の名は松尾鉱山。廃墟マニアが多数訪れるスポットとなっております。この後はアスピーテラインを下って麓にあるビジターセンターまで行きたいと思います。この先は急なカーブが多数あるので安全運転で行きますね。そして今回ウプ主と協議を行い、今までテキストだけで情報を表示しておりましたが、このデジタルナレーションも追加することによってより効果的に情報が伝わりやすくなることが期待されます。皆さんどうでしょうか。ただ思った以上に編集に時間がかかるため、たまにナレーションを入れる方式にするか構想中です。今後の動向に注視しておいてくださいね。さてツーリングも終盤になりました。ここから先また EDM を聞きながら下山していきます。安全運転でお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の試みは人工音声を感情豊かに表現する最新のデジタル AI 技術を駆使したデジタル AI ナレーションでした。もう完全に人の声です。素晴らしい技術ですね。そして今回ナレーションをさせていただきました私秘書1と私秘書2と私秘書3でお送りしました。またお会いしましょう。他にもまだまだキャラはいるからな。